メザロイドすごい乾燥肌のアンドロイドなんです。ほんと、うん、私も乾燥肌なの。あ、そうなんですよ。だからお揃い乾燥肌。あ、お揃いだ。だからね、あ、乾燥肌にはデオコっていうボディクレンズもいいんですよ。乾燥肌にはデオコっていうボディクレンズもいいんですよ。違うわ、ケアセラだ。には、うん、ケアセラっていうボディーソープがいいんです、うん、この際言うと胃もたれにはパンシランっていう薬が効くので、うんうん、ぜひそれも皆さん使ってくださいね。使ってください。メザロイドも使う。これからクイズを出すんだけど、形式は3択クイズです、はい、3つの選択肢が出されて、そのうち1つは本物の JK 語、うん、うち2つはお姉ちゃんが考えたオリジナルの言葉です。オリジナルなの？はい、そうなんです。え、姉ちゃんのオリジナルでしょ？そうだよ。そんなん分かりやすいんじゃないの？いやまだお姉ちゃん JK、 あのピッチピチの JK 記憶あるから。記憶は1番ピロリン、2番ピエン、3番ピポピポ。2番のピエン。はい、正解です。イエーイ。これはね、序の口ですよ。ここでしおれを見てもらいます。え、しおれ？なんか今日肌荒れてない？え、わかる？昨日バイト帰ってマジ疲れすぎて化粧したまま寝ちゃったんだよね。もう顔ガビガビピュン。もうそんな時はメイクシュルシュルほぐれ落ち、化粧水配合だからコットンで拭き取るだけでスキンケアまで完了するロートの私思い使わないと。はい、というわけでね、ピエンは悲しい時や感動的な経験をした時に使う言葉でした。宣伝入れてきたね。はい、素晴らしい公式アピール。メイドさんみたいな OL がいたら。心ちゃん。なんですか？ちょっと今日元気なくてさ。あー、そうなんですか。だからさ、魔法かけてくんない？魔法ですか？それでは、今日元気のないあなたに魔法をかけたいと思います。一緒に魔法を唱えてくれますか？もちろん。せーの、ふわ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 、もえ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 、キュン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 、ワン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 、にゃん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 。せーの、元気になれ。目覚ましアラームを作ろうという企画でございます。はい、珍しく音がいい企画を持ってきてくれましたよ。珍しく。いいですね、乗り気ですね。はい、頑張っていきましょう。あ、いける、いける。あ、じゃあ今から何種類かボイスを収録していきたいと思いますんで、じゃあじゃ思いますんで。おいえ。それじゃあ姉ちゃんスタンバイしくよろです。よろしく。年下の甘えん坊の彼女の設定で目覚ましボイスをちょっといただけるかな。困りました。お、いけるかな。オッケー。のえー、起きとえ。のえー、お兄ちゃんじゃないけどね、起きて起きて、早くしないといじけちゃうんだから。はいはい、カット。うまくできた。あ、あ、心のカバンの中身大公開。えー、待って、嫌だ嫌だ。名刺、名刺入れた。そう、名刺ですよ。わか、皆さん私のあれあれっていうか、わかります？あの、え、肩書き言える音。私の肩書き、広報、広報。あ、そう、スキンケア製品開発部兼広報 CSV 推進部っていうね。おお、それっぽい。 それっぽいじゃないの。そうなの。化粧ポーチでいいんだよねこれ、うん、え、可愛くない？いちご、うん、ピンクと。いや、だからさ、もうちょっとビジネスっぽいのにしたらどう？いやー、なんか普段使いとかだったらまだいいけどさ。いやね、誰かに見られるかもしんないんでしょ。でも見られても別に恥ずかしくなくない？ え、ちょっと待ってくださいよ。誰？え、でも可愛いって言ってくれるよ、友達。いい友達だと思う。やったー。社会人のね、やっぱ先輩じゃないですか、姉ちゃんは。いや、まあそりゃね、まあ、なんで、そりゃそうですよ、うん、どれくらいビジネス用語を理解してるのかなっていうのをテストしてみたいなと思って。あー、なるほど。いや、そっか。姉ちゃん得意？え、まあ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 、まあ、社会人ですから、まあ、いけるよね。だって普段使ってるもんね。うん、また。あ
またはねごめんお姉ちゃんね、わかるんだこれ。あ、本当に、うん、またはベターっていう意味なんですよ、皆さんわかります？ベターってより良い、より良いものを作るっていうね。より良いものを作りましょう。じゃあね、皆さんまたの使用例わかるかな？ お願いします、うん、使ってみて。あーちょこれ、え、あ、ちょっと待って、え、使用例が難しいな。あ、出ました、これまたです、これまたです。あ、ちょっと待って、これ、あ、ちょっとこれはあの、うん、この業務はまたよりまちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。誰に謝ってんの？視聴者の皆さんにね。視聴者の皆さんに。ちょっとドギマギ、うん、マギモギモギしちゃって。え、ちょっと待って。このゲームはマターのものなので、うん、またよろしくお願いします。ちょっと待った。こんな感じ。ああ、なるほど。じゃあね、ちなみにね、はい、意味なんですけども、はい、プロジェクトなどにおいて、うんうん、誰が責任主導権を取るかっていうのを指す意味でございます。そうなんでござるか。はい。When I think about winter, I came up with yes, dry. Drying is enemy of skin. To keep beauty of your skin, you need keep it be moist.Is there any good way to keep moist? Easily? Quickly? It's possible. Yes. Only on the hard love Gokujun. It's contained super hyaluronic acid, which is about double ofNormal hyaluronic acid. Moist is going to be through your skin. Those days, it has become, yeah, the sun goes down, and your body and soul tend to get dry. Live for your heart and go to your skin.You never forget. Thank you. ということで今日の企画はロート社員に聞きました。ハロウィンコスプレ人気ベスト3 in 2019。横から失礼します、弟の音です。さあ今日は実はドッキリ企画です。姉ちゃんがハロウィンにちなんでゆるい企画やろうとしてるので、ここは弟の僕が一肌脱がねばということで、普段真面目な弟がだんだんパリピになっていくドッキリ、イエーイ、ポンポン。音はどのコスプレが1位だと思いますか？やっぱりでも魔女とか。いや硬いよね魔女はね。あとゾンビとかね。ゾンビはどうなの？え、じゃああと、うん、マンジとか、マンジとか、マンジ、マンジ、マンジとは、え、だって流行ってるでしょ。はい、もうなんかおかしいねテンション。え、おかしいねあなた。 え大丈夫？大丈夫だよ。第2位の発表をしましょう。え、いっちゃいましょう、タイム、いっちゃいましょう、タイム。待って、このテンション無理。第2位は、はい、ジャカ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 ジャン、悪魔です。悪魔、悪魔。おっと、これはちょっと予想しなかったんじゃない？いや、これはしょうがない、予想してなかった、浮かばなかった。たは仕方ないとプールパシャパシャ、仕方ないとプールパシャパシャ。待って、わかんない、待って、わかんない、待って、そのテンションわかんない。え、パリピだったの？よ、あ、いつも通りですよ。あ、いつも通りですかね。まあ、お、やめろそういうの、やめろ。ヒエパパパパパーン。第1位はジャカジャカジャカジャーじゃん、ナース服。ナース服、そっちか。そっちとは何？そっちって、これは分からなかったわ。ちょい待ち、ちょい待ち。え、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャン魔女ある。え、じゃあ魔女、あ、魔女、魔女、ま、え、なんて、ごめん、え、ちょっと聞いてなかった。ココロの大阪弁ドリル、わーい。えずく、意味は気持ち悪くて吐き気がする感じやな。これは関西以外でも結構使う方いるんじゃない？あー、車用意してえずくわーみたいな。と
というわけでえずくの使用例を見てみましょう。あー昨日飲みすぎてめっちゃえずくわ。なあなあなあ、薬局で食べすぎ飲みすぎ、胸焼けや夜遅い食事で胃がもたれるなどの不快な症状に効く胃腸薬パンシロン買ってきて。あーえずくわ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。